俺も答え合わせていこうか。いつ俺がレッドグレイブだと気づいた。レッドグレイブだと分かったのはついさっきだが、あんたが怪しいと思ったのは初めて会った時からだ。俺の家で目覚めた時だと？あの時はただの善人にしか見えなかったはずだ。ああ、そうだ。だが、何らかの手がかりになると思ったんだ。もったいつけず、はっきり言ったらどうだ。帰り際、俺も探偵として、とあんたは言った。これは探偵として手伝おうという意味だと思った。しかし、こうも考えられるんじゃないかってな。俺が探偵であることを知っていて、同じ探偵として協力するという意味で使ったんじゃないかってね。あの状況でそんなことを考えていたのか。当然、これはただの違和感程度だ。あんたがレッドグレイブだと確信できたのは、フィルムだ。フィルムがどうかしたのか。あれは君が知る唯一の手がかりだったんじゃないのか？ああ、そうだった。しかし、それを俺が知ることはなかったんだ。実際にそれが分かったのは、レミアの弟のクレーニヒに会ってからだ。俺の記憶の有無に関係なく、それよりも前にフィルムの重要性を分かっていなかった。だからこそ、それを俺に伝えたあんたが不自然だったんだ。それくらいは覚えているか思い出すと思ったが、そもそも知らなかったとはな。俺もレミアからフィルムが後継者の印となると言われたが、よくわからなかった。だが倉庫で冥府の印象を見つけてわかったさ。フィルムケースの中に入れられていたからな。やはり見つけていたか。ということは、あの倉庫に爆弾を設置したのはクレーニヒを監禁した時か。知っていたのか。起爆装置は外させてもらった。本当なら、マルセウスを殺した後、俺とクレーニヒが倉庫内にいるのを確認して爆発させるつもりだったんだろ？カレンベルクに阻止されてしまったようだがな。ええ、その通りです。それじゃあ答え合わせといこうか。レミアから始まり、ベルンハルト、フリードニヒ、シャーロット、そして、サルカドまでも殺した犯行方法をな。あなたという人は。まず、レミアを殺す計画を立てた発端は、レッドグレイブに遺言書の作成の相談を持ちかけたところからだ。その時レミアが寝る前に一服する話も聞けて犯行を思いついた。以前の事件であったタバコに毒物を仕込むというやり方だ。寝室にあるタバコケースの中身をすり替えることが困難だったあんたは、借金のあるサルカドを利用した。レミアの寝室に出入りができるサルカドに頼み、毒物のタバコと交換することに成功した。きっとサルカドにはこう伝えていたんだろう。レミアの後継者が全員死ねば次の当主になると。しかしそれが裏目になってしまった。サルカドは俺も幻影城の血筋の一人だと知ってしまったんだ。そこであんたが俺をここに呼び出していることを利用して、サルカドは俺を殺そうとした。ウボスの海に俺を呼び出し、持っているかもしれない後継者の印を探そうとした。しかし、俺と揉み合っている最中に俺は落ちて記憶を失った。アタッシュケースの中に後継者の印があると思ったサルカドは、俺のアタッシュケースを盗んで逃走したが、そもそも冥府の印象が後継者の印だと知っていたあんたは取り合わなかった。どうだ？ここまで合っているだろ？大体な。ベルンハルト殺しも順調に行うことができたあんたたちだが、一つだけ不安材料があった。俺が事件の真相にたどり着き、レミアの死体を調べようとすることだ。寿命などではなく、他殺だとバレてしまうと、それ以降の犯行ができなくなってしまう。そこで、サルカドと二人でレミアの墓を調べ、レミアをウボスの海に捨てたんだ。
それがかえってレミアの生き返りを強調する形になった。墓に戻ってきてから、あんたは墓石でサルカドを殴って撲殺。レミアがいた墓の中にサルカドを隠したんだ。ここまでの障害になるなら、ローゼンブルクで装甲車を使って殺しておくべきだったな。